小学校の頃、慢性腎炎で入退院を繰り返し、3年ほどしか学校に行っていない。高校で年下の男性からラブレターをもらったことがある。サウナが大好きで、多い時は週6で利用している。スカイダイビングをこれまでで100回経験している。映画、海猿の役作りで実際に海上保安官がやっている訓練を受けた。本名だが、以前に阿部淳太という芸名で活動していたことがある。宮沢りえの大ファンで、映画、僕らの7日間戦争2のオーディションに審査員で来ると聞いて、会いたい一心で応募した。彼女が写真集でヘアヌードを披露した際は、あまりの辛さで学校を3日休み、誰にもヌードを見せたくない、お金があったら全部買い占めれたのに、と語っている。花火師の資格を取り、出身小学校で花火を打ち上げた。